中東のイランで反米で保守強硬派のライシ氏が大統領に就任しました。就任演説の中でアメリカによる強圧的な制裁の解除を求めていく考えを示しました。首都テヘランで3日に開かれた式典でライシ氏は最高指導者ハメネイ氏から認証を受け第8代大統領に就任しました。就任演説の中でアメリカによる強圧的な制裁の解除を求めていく考えを示した一方で国民の生活を外国の意向に合わせることはないと述べました。核合意の復活に向けてはアメリカに対し安易に譲歩しない厳しい姿勢で臨むとみられており、交渉は難航することが予想されています。ライシ新大統領は5日に国会で宣誓を行い近く新内閣を発足させる予定です。